わしから3を。しまっ、もらったぜ一本。こいつらは痛みを感じない。卑怯じゃない。勝つことへの執念。ひざ丸くんが、ひざ丸くんが撃たれちゃいました。このままじゃひざ丸くんテラフォーマーに回収されちゃいます。応答しました。2号機です。死体の回収もできなくなる可能性が高いです。それってまずいことですよね。ひざ丸くんのせいでミサイルに狙われるし、危険運転強要されて吐きそうだし、もういろいろ耐えらんない。撃ってください。1号機と2号機のちょうど中間でひざ丸くんとミシェルさんが戦ってます。火力落として2人とテラフォーマーだけ撃ってください。どうか私の命だけは助けて。早く、2人が死んだらテラフォーマーがこっちに来ちゃう。私入れたくない。助けて。98位が裏切ったか。巻き込まれた非戦闘員の気持ちはこんなものなのかもな。実際に1号機と2号機はその位置には